円盤投げっていうのはまあ、サークルという、まあ、大きさ約2メートルぐらいの円から、まあ、ターンをして投げてその距離を競うっていうすごいシンプルな競技なんですけども、その投げるものが、女子だったら1キロ、男子だったら2キロというふうに重さに下がって、なおかつそれを平べったい物体なんですね。でそれをきれいに飛ばすための技術もいりますし、遠くに飛ばすためのパワーもいる、なのですごく見た目以上に繊細な競技だと思います。やっぱり投擲選手っていうと少しぽっちゃりとしたイメージがあると思うんだけども、僕はそういうのはちょっと嫌いで、しっかり鍛えて脂肪が全くないような、そんな僕の肉体美を見てほしいみたいなことはあります。こういう言葉っていうのはなかなかないんですけど、でも僕は純粋にもう湯上頑張れって、もう名前となんか頑張れとか言ってくれたら僕はすごく嬉しいです。はい、僕がやっている円盤投げは、日本人では今まで誰も戦後誰も出たことがありません。そういった、世界との差がある中で僕は諦めずにチャレンジし、ついには出場するという夢を叶えることができました。皆さんも夢に向かって、チャレンジしてください。一緒に頑張りましょう。